マイリトルボックスの3月分が到着しましたので、中を開けてみたいと思います。今回は八角形のボックスで届きました。中は可愛いですね、黄色の包み紙。の中にこちらの布製のポーチが入ってます。このポーチの中にはじゃん、今回もいろいろと入ってますが、黄色と深いグリーンが今月のコンセプトカラーになってるみたいですね。春らしい気候が海が見れる3月はつい日の光を浴びたくなるものっていう感じで、春を思わせるミモザのカラーとかですね、書かれています。まず入っていたのがこちらの、これヘアバンドになるみたいですね。ヘアバンドを使いながら、こちらですね、ジョンマスターオーガニックから、こちらはクレンジングジェルだそうです。日本人の肌のことを考えたジェルって書いてあって、肌の上でジェルからオイル、さらにミルクへと変化していく、テクスチャーが変わるタイプで、摩擦を軽減しながらすっきりとしたメイクオフができるタイプになるそうです。そしてこちらも入ってますね、クレスクの商品で、肌も心も整えるシンプルな2ステップスキンケア、コンディショナーとリッチミルクで顔を洗った後に使うものだそうです。そしてこちらはスティックハイライターですね。ちょっとピンク系、ほのかな、ピンク系。マイリトルビューティーのシリーズのものはこれまでもいろいろ入ってましたけれども、そのシリーズみたいですね。スティックタイプのハイライター、さらにこちらが入ってました。これはじゃん、あ、この下、目元用のアイパッチになりますね。目元ケアに使えるものだそうです。今回はこれで全部になります。今月もいろいろと試してみたい